で、とりあえずサイオを鳴らして、で、ラトリンに大変身。二人揃ってるから問題なくいけるはず。ここに、え？はぁはぁはぁ。ああ、でも二人揃ってないとこれに入れませんって、そういうことか。BGM がドンキーコングのラストボスの BGM だよね、今の。ん？何しろって言った。ほぼディクシー必須みたいな。そんな感じか。まあ、チームアップで来る場所だから、当然ディクシーはいる状態なんだけどな。でもここでなんか無限に、これ無限に貯められるのはありがたいな。もう1個か2個ぐらいやってよう。残機貯めるのもありだったかもしんない。おー、ラトリー。そして BGM がちょっとアップテンポになってる。これラトリーのさ、樽に入んなくても、あれなのかな？こっちが来れたのかな？これ何？落下したら死ぬ？落下したら死にそうだな。で、飛んで。うわー、もう宝箱とかがどこにあるかわかんない。やっちゃった。いや、あのトンボ怪しいなみたいに思ってたんだけど、ラトリー大変身でもヒントがもうこれで全部揃ったようなもんだから、いける？あ、ダメだ、やっぱラトリー大変身しないとダメなんだ。もう最初から最後までずっとラトリーを使うような、そういう感じのステージだね、ここは。いや、今回はあれだよね、 DK とか全部回収しておきたいとこなんだけど。で、ビヨーンして、ここの左ちょっと怪しいかなと思ったんだけど、やめた方がいいな。で、ラトリーだと踏めるっていうのもメリットだよね。なんかもうずっと、なんかこのラトリーだけのゲームがあってもいいかもしんない。まあ、ドンキーコングの番外編みたいなやつでさ、ラトリーの大冒険みたいな感じで。こんだけ跳ねたらやっぱ楽しいよね。まあ、死んでるんだけどさ。いや、絶対このなんか落下するところもどっか一箇所ぐらいにあると思うんだよね。そのボーナスステージだったり、DK バレルだったり。まあ、今のところドンキーコング2ではゲームオーバーなってないんだけど、ゲームオーバーなった時の画面がどういう画面なのか、まあ、気になる部分ではあるよな。ドンキーコング3のゲームオーバーになる画面がなかなかちょっとホラーじみてるっていうか、ちょっと怖いみたいなさ、なんかそういうのあるよね。やっちゃった中途半端にためらったわ虫を踏んでいくか、虫を踏まずにそのまま右に行くかで気持ちに迷いが生じてしまった。まあ、ほぼバナナの束のおかげで残機の自給自足みたいのができてるからいいんだけどさ、まあ、極力死なずにとりあえず中間ポイントぐらいまでは行きたいよな。ほいほい。で、ビヨン、ちょ、なんでだよ、今貯めてただろう。え、貯めてるやつ途中で出なくなることとかあるんだな。この。で、もう一回ラトリータイム。ハイパーラトリータイム。この部屋の構造がさ、この船の中の部屋の構造が完全にあれと一緒だよな。一番最初のステージの置き手紙があった部屋と同じだよな。で、取って、踏んで、右利きを失敗。今の当たる？今の当たっちゃうか。一人旅だ。しんどいな。待て。危ない。
あ、オッケーオッケー。ここでまた回収して。おい、おい。足元を確認したい。とりあえず踏むか。ドーンとジャンプして。これ、ワイボタンとか押しっぱなしの方が、ドーンって、なんで今当たったんだよ。ドーンって出るジャンプ。あれなのかな？多分そうだよな、これ。あんまり変わんないかな。ドーン！いや、でも Y ボタン押しっぱなしの方が飛距離出そうな気もするんだけど、落下したらなんか、ないか。ほい、ほい、よしよし、いいぞ。もう今、命がない状態だから、なるべく慎重に、慎重かつ冷静に、大胆に行く。うわ、下めっちゃ気になるな。なんかあるんじゃないの？ほら、もう絶対なんかあるよ。ここ。OK。DK コイン。なんかすんごい久しぶりに取った気がする。いや、思い切って飛ぶの大事だね。うわー、いるじゃん、やから。ちょっと待って、危ない。今、かわせてたんだから、そのまま倒せばよかったな。うわー、変な挙動してるわ。この色のやつ倒したの、久しぶりかもしんない。すんげえゆっくりな時あんな。やっちゃった。コングパレルに完全に目がくらんだわ。まあもう DK は取ってるから、ああでもあれだな。残機ゼロってある。え、当たるのか。当たっちゃうか。で、変な挙動。残機ゼロあるんだったら一回セーブしておきたい。よしよし、いいぞ。オッケーオッケー。強気にいった。よしよし、いいぞ。で、ここ、スーパージャンプでしょう。よし、残機2になったのはでかい。星を集めろ。え、言うてそんなに難しくないだろう。単純にラトリーで、ぴょんぴょん跳ねればいいだけなんじゃないの？あ、でもこれ、あれか？真ん中の星。真ん中の星集めるのスーパージャンプ必須とかかな。だとしたらちょっとめんどくさいな。うーんって貯めて、あと6つ。あとラス1。貯めて、OK。どこに出た？こっちへ。ゲームオーバーだけはマジ勘弁。なんか降ってこなかった、右から。よしよし。いいぞ、いいぞ、いいぞ。待て、危ない。危ない。よし。ここの上とかに何もないかな。なんもねえな。鉄球。この鉄球は乗れるかどうか分かんないから、さすがに試す気になれない。いや、問題なのは、このステージ、もう完全に、びっくりマークもついていて、まあ、DK コインは先取ったから分かるんだけど、びっくりマークがついているかどうか、そこだよな。ちょ、お前。やばいやばいやばい。危ない危ない。よし。いいぞいいぞ、残機増やして。普通に無事や。いけ。よしよし。おい。野蛮だな。飛んで、こう。もう隠しバナナか。ああ、で、ここで交換。バナナか。ああ、何、ディクシー。待って、入っちゃったよ。どっかにディディの樽あるだろう。残機だな、取るとしたら。ここ。よし。ディディのわめき声が聞こえるけど、もうしゃあないわ。
もしかしたら最後のゴールのところも、あーぽいな、2人いないと取れないみたいなやつあったんじゃないかな。いや、まあしゃあない、とりあえずセーブ。もう1バナナコイン程度でセーブさせてもらえるんなら優しいもんだよな。